どうも。二次三次所属、バーチャルライバーの前住海。どうぞよろしく。今回は、この L4D2 っていうゾンビパニックゲームをね、えー、なんと新人のバルツの3人が、なんと、俺をキャリーしてくれるということで、まあ、早速、バルツの3人はもう集めた状態で、 待機しててておいてもららってるからそうですね今回、君たちが、ねねね、君たちが集まってもらったのはまあ他でもない、はい、このゾンビだらけになった世界で、俺を守ってもらいたいなっていう。ああ、はい、なるほど、うん、あーなるほど,なるほど、うん。ゾンビとか経験ある,る,るゾンビはあんまりな。守るのはいるけど、マスク開いたこ,としたことないんで僕、僕。だって、もともと人間ってことでしょ、ゾンビって。うんうんうん そうだね。人間っていうのは。ないな。なんか食べてる人いない?。当時、く。お前失礼だろうか。あ、すいません、すいません、あの、食べてるやつ。すいません、すいません。名前は。お前も食っとるやんけ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あの、起きなさい。起きなさい。何、源月藤次郎が今。ご飯食べてるってこと?。いや、あの、ごめんなさい。いや、あの。 食べてないですまだ現世のルールに <laughs> あの慣れてなくて、うんあの、ちょっとそういうところがちょっと出ちゃうかなーっていうところもあ,のあるんですけどよくいい聞かせておきますなるほどそ。ちなみにそういう君は名前を名乗ってもらっても。あっ、だあ,あ,あると言います、うん、あの今日はあの頑張りますのでよろしくお願いします。うん、なるほどねカいダ君が今日頑張ってくれると。うんああ そこのもう一人はあ長尾慶と申します今日は先陣切って頑張りますなるほどこの源月斗次郎相田春長尾慶の3名が通称バルツの3人がまあ俺をキャリーしてくれるということで <laughs> 楽しみにしてるよまあ任せても,うどうも任せても二時三時所属バーチャルライバーの前住会どうぞよろしくよっよ,ーよっ前住先輩よっ 待ってましたフルフディー2やったこととかは僕は<れ>ちょっとだけちょっとだけさっき歩けるようになりましたさっき歩けるようになった時間か生まれたての小時間みたいなあれでも先陣を切ってくれるっていう風な話だったはずなんだけどいや歩歩、歩ければ先陣を切れるんで大丈夫ですああ歩けるようになったらもうそれは先陣を切れると言っても過言ではないんだよし今日の剣あの、大丈夫です、あの もうあの戦いはやっぱプロフェッショナルなんで長尾は大丈夫です。あれ突っ込んでいいいや、ちょっと、待ってちらってちょっと、ちょっと、あのあこちょっちょ歩調を合わせるのが大事な,あのゲームなあっのちょっとっ、んでっゃあょっと、ちょって、はい、ちょっと、待ってあょっと、ち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 ょっちょっと、任せてそっちはドアじゃないねドアいいキっで開けれるねいあ,あねゾンビいっと、ちょっと、っっと、 よし、先輩を守るぞ。守るぞああ、いいね、海イくん。いいよ。防護服着てるやついるよ。まずいまちょカバン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 。やめろ、真み先輩に何するんじゃ。よし、行くぞ。鎮痛剤拾って笑ってる人いない海イくん。彼は あのどうこだー彼は <laughs> っどうこだあっ、ゲーム音で書いて言われたらちょっと待って。長長そのプちょっと、ゲーム音を上げて。鎮痛剤持って右クリックしたら人に渡せるんだよね、確かね。えっと、あーあだそうだっ、ね、やりたいこだからね、えー。ゲームの音よりも鎮痛剤を前優さんに渡すん えっと、み。ああ、そんないいの、わざわざもらっちゃって。いや、もちろん。ですよかんた。そのつもりではいや、俺も行くらしい。えー一つ提案があるんだけど。はい、普通にやろう。そうです。うん。まあ、まあ、でも、今まででも、全然。普通にゲームを楽しむ。多分ね、思った。俺、姫とか、そういう柄じゃない気がする。 かった。こっちのわちえそうだな。あとね。かいくんだけの疲労が激しすぎた思ったより。これももらってっていいの。息切れがね、すごいです。もう不整脈起きてる。本当に。それはちょっとすこやかに相談した方がいいかもしれない。ああ、もう後で。長尾音量って言われてる。ああ。なんかゾンビよりでけえって声って最初に書かれてたね。ゾンビよりでけえ。なんかけい、そのラウダーザ。 ゾンビーズ、なんから、なんちゃらって言われて。<laughs> 君ちああ、いい自由すぎるムーブのせいで、なんかいがさっきからキゅうきゅういってんだよね。解読なかなか大変そうだね。ああ、もう。交換しないですか、ど、どうですか、ちょっと。<回>交換か。一回ちょっと、同期。あのね、うちの同期にもかなり自由人がいるから。 ちょっと多分、心的疲労はあんまり変わらない気がして。くる変わらないですか?。なるほど、ね。うん、あれ、ドアなくなってんの。なんなら、一人で二人分みたいなやつ、うちいるから。うん。thank you <こ>。かご。ねえ、なんか。